お時間となりましたので、ただいまより熟年生活講座を開催いたします。私、本日の司会進行を務めさせていただきます神戸生き生き勤労財団の松田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。当財団では平成6年度から人生90年時代を健康で心豊かに過ごすために専門の講師の方をお招きし、熟年生活講座を開催しております。本日は NPO 法人オールアバウトサイエンスジャパン代表理事西川真一先生にご講演いただきます。最後までどうぞお楽しみください。そして西川先生のプロフィールなどは本日お配りいたしました資料の中に掲載されておりますので、ぜひご覧ください。また資料の中にアンケートがございます。今後も講演会の参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひご記入をお願いしたいと思います。それでは早速西川先生にご講演いただきましょう。先生よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。で、これ3回目になるんですかね。2回目か3回目ですね。この生き生き、財団の熟年講座をずっと受け持たせてもらって、で、当分はここに書いてあるゲノムの話をしようかなと思っています。で、昨年はですね、ゲノム全体にわたって、総論というか、もうすっかり2回目の方もおられますけど、すっかり忘れてしまってるかもしれませんけれども、21世紀皆さんが生きていく中でやっぱり一番大きな変化が起こるのがこのゲノムではないかなと思ってますから、ゲノムの話をしていこうと思います。で、ただ今回はですね、皆さんも最も興味のあるお話、がんの話をゲノムの関わりでやろうかなと思ってます。で、正直言ってですね、多分難しい。だから分からんところはですね、途中でもどんどん聞いてもらって結構です。で、ここが分からんやということをどんどん言っていただいたところで十分説明できる限りやって、一つ一つ分かってもらいながらやろうかなと思ってますが、ですから遠慮せんと手を挙げて言ってください。で、なんで今回はですね、そのがんのゲノムを題材に選んだのかなんですけれども、皆さんも、家族の方、友人の方、僕らと同じぐらいの年の方が多いと思いますが、やっぱりがんになるんですね。で、幸い僕の場合は本当に悪性の、こう手術はしてますけども、悪性の腫瘍というほどではなかったんですが、やっぱり多くの友達がやはり今がんで、苦労してます。で、電話かかってくるんですね、どないしょう言うて。で、その時に自分ならこうするだろうなと思ってるような問題がですね、例えば僕の友達あるいは友達の家族がそのお医者さんにかかるとですね、そういうふうにはなってないんですね。で、例えばこういうことをしたらいいんじゃないかなと思うんだけども、やっぱり今までと同じような治療を受けざるを得ない。で、やっぱりそこに一番重要な変化、がんの医療で一番重要な変化っていうのがこのゲノム、皆さんのがんのゲノムをちゃんと調べてからがんの治療をやるっていうことで、そういう話を今日しようかと思ってますけれども、何にも知らない。例えば皆これをぜひ次の時は呼んできてください。で、これはですね、神戸の誇る、会社ですね、検査機器を売っているシスメックスというのがですね、
作っていただいたんです。でこれはあの皆さんがもしがんになった時に、まあ、もうちょっとしたらですねこういう医療が受けれるだろうけれども今はできるのにできないという話を書いてあります。で、まあ、それをもう少しこう分かりやすくですね、今日は、今日から3回に分かって、お話をしようかなと思って、ですからこの僕の友人たちがですね、まあ、がんになって多分やった方がいいということがうまくできない、日本の医療ではですね、でその日本の医療ではうまくできないことをできるようにするのはですね、やっぱり皆さんが勉強して、でがんとは何かということの勉強をちゃんとして、で、まあ、政府や医療のお医者さんたちを動かしていく。でこれはっきり言うとですね、これ新しい分野ですから、2000年、いわゆる21世紀に入ってどんどん発達してきた分野だから、お医者さんもついていけてないんですね。だからお医者さんが悪いっていうんではなくて、やっぱりお医者さんがなかなか勉強がついていけてないところをですね、まあ逆に言うと皆さんが勉強して、で、その新しい治療が日本でも受けれるようにしようということが、まあ今回このゲノムを選んだですね最大の理由ですね。ですから、まあがんとは何かぐらいから順番にお話をしていきたいと思ってます。 ですからまあ古い話からずっと解き起こしてやろうと思っています。どうしてがんができるのかからまずお話をしたいと思うんですが、皆さんどうしてがんができるかいうのは完全に分かってると自信ある人いますか？なんかいやいや笑うだけなくて、まあまあ大体分かっとるぞっていう人ちょっと手を挙げていただけません？全くなんで起こるか分からん。まあ実際には昔は全く分からなかったですね。なんや内臓にできるがんっていうのはなかなか外からは見えないですが、例えば乳がんであるとか皮膚がんであるとか、それから黒色腫、外側からはっきり見えるがんってたくさんありますよね。ですからもう人間が歴史を書き始めた時からがんはあるわけです。でがんのことはたくさん書かれていますね。でその時どういうふうにがんを考えていたのかっていうところからちょっとお話をしますと、昔の人はどうしてがんができると考えたのかと。で皆さんこの名前知ってますかね、ヒポクラテスっていうのね。ヒポクラテス、テレビ番組でもあるぐらいやけど、要するにまあ医者の鏡みたいな、一番最初のまあお医者さんでですね、病気の人の症状を科学的にちゃんと見て、それに合わせた治療をしなさいということを言うた人なんですね。ですから今でも医学部の学生さんはですね、あるいはまあお医者さんもそうですが、ヒポクラテスの誓いというのを立てます。でなかなかその誓いが守れへんというのがちょっと難しいところなんですが、その誓いを立てるぐらい、まあ、お医者さんのルーツ、まあ、みんなが尊敬するお医者さんなんですが、この人が、がんのことをいっぱい書いてますね。でなぜわざわざこの人を選んで言うたかというと、お医者さんの鏡やというだけではなくて、このキャンサー、日本語ではがんと言いますけれども、英語ではキャンサーと言うんですね。でドイツ語ではクレブスと言うんですね。でラテン語ではカルシノーマって言うんですが、これを一番最初にこの言葉を使った人なんですね。でがんがこうわーっとこう見えると、こうカニが足を伸ばしているようにがんが見えるので、このカルシノスと言ったんですね。すなわちドイツ語のクレブスというのもカニですから、だからがんっていうのはそのまあ
細胞というのはまだ分かってへん時代ですから、なんや知らんけど塊が出て足伸ばしとるというのが癌やっていうことをこの人は考えたんですね。でこの考え方をですね、まあ、18世紀ぐらいまでもほとんど変わらんとずっとみんなが持ち続けます。ですからがんの治療をどうしたらいいかっていうことを、まあ、科学的に考えるというのは難しかった。でこのヒポクラテスはがんをどう言うてるかっていうと、この病気は全てですね、この体の液体の組成で決まると言ったんですね、この人らは。でこの組成が4つあってですね、血液、まあ血液ありますわな、で、粘液で黄色い胆汁と黒い胆汁と、でこの4つのバランスで決まって、その黒い胆汁がようけ増えるときにがんになると言うたんですね。ですからこの黒い胆汁を減らすというのががんの治療ですから、例えば血液を抜いて色を変えようとか何とか一生懸命するんですが、麻酔もないですからなかなかあの穴岡清純みたいにですね、どんどん手術をするというところに来るにはやっぱり16、7世紀以降を待たなければならなかったわけですね。ですから、まあ、ヒポクラテスで一つ覚えておいてほしいのはこのキャンサー、カニという言葉を作ったと、でみんながこれを今使っているというのは覚えておいていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、実際にですね、がんが科学的に研究できるようになったのは、まあ、皆さんも完全に分かってられると思いますけど、がんは細胞の病気やと、別に塊でも何でもなくて一個一個の細胞が要するに異常な増え方をするんやということに気がついたのがもう19世紀なんですね。だからもうついこの前までがんが細胞によるなんていうことは全く分かってなかった。でこの一番最初にがんは細胞ですよって言った人がですね、まあ、ドイツの方なんですが、ヨハネス・ミュラーさんっていう人が、まあ、これは覚えなくていいですよ、あの医学部の学生も覚えてませんからでただですね、わざわざヨハネス・ミュラーさんを引っ張ってきたのはですね、この方はがんっていうのは皆さんを作っている正常の細胞ががんになるんではなくて、もともと持っているなんかこうよく増えるものが急に元気になり始めた。でどういうことかというと、例えば、まあ、赤ん坊の時はどーっと大きくなりますよね、細胞がどんどん、もう突起10日で3キロになる、これはもうがんで言うたらもう大変ですわ。でこういうこう増える細胞っていうのが実際にはその子供を作る時にはあるんやけども、それが普通ならどっかに消えてしまうのに皆さんの体にどっか残ってて、でそれがもう一回増えるのががんやと言ったんですね。ですから特殊な細胞が、あの体の中には普通ない特殊な細胞ががんやと言ったのがミューラーさんです。でそれに対して、まあ、ウィルヒョーさんというのはこのミューラーさんの弟子なんですけども皆さんが持っている正常の細胞ががんになるでと、刺激を繰り返すと正常の細胞ががんになるでっていうことを言ったのがウィルヒョーさんなんですね。で、あの、まあ、この人は病理学の父と言われてましてですね、まあ、ほとんど、今の細胞を基本にした病理学を作った方なんですが、がんは細胞の異常増殖であるということは皆さん、まあ間違いないなということを認めたんですが、その時にじゃあ異常な細胞っていうのはもともと持っているのか、そのまあ発生の時の紛れ込んだ細胞なのかで、もう一つは皆さんの細胞が刺激されるからか、どっちかいうのが、まあ、問題として残ったんですね。でこれなんでこのブラステーマ説ってちょっとなんかわけのわからんこと書いてあるのはどういうことかというと、このミュラーさんというのは人間を見てただけじゃなくてたくさんの動物を見たんですね。特に両生類を見てると、まあ、皆さん両生類見ると
手貯金と切ってもまた生えてきますよね。でその手を貯金と切った時にどういうふうに見えるかというと、ポコッとこう大きなあのどう言いますかね、がんみたいなのがさっきできるね。でそれをブラステーマと言います。ですからこれをその再生を見ててですね、このイモリにはこういう細胞がたくさんあんやと、それは正しかったんですけどね、今から考えると。でしかしその皆さんの体にはそういうものはないのに、ちょっとだけ残ってるとがんになるでということをまあ考えたわけですね。でまあしかしかなり整理がされてきて、でウィルヒョーさんで正常な細胞が刺激によって変化されるかなっていう話になってきたわけですね。ですからあのここで実際にどうしてがんができるかということに関しては、まあ、いくつかの説が19世紀にちゃんと大体、いろんな形で発表されるんですね。で一つは刺激説で、今言ったウィルヒョーさんですね、なんかガーッとこう刺激してるとそこが細胞がちょっとおかしくなって、がんになる。もう一つは外傷説、まあ、これも刺激説なんですが、要するに傷を何遍も繰り返してるとがんになりやすいという話があって、これがまあ、2つと2、まあ、刺激説ですね、両方とも正常の刺激があるんや。でこれがですね、もう少し経つとこの刺激をする物質ということで発がん物質という概念にいきます。でもう一つですね、ちょうど19世紀と何があったかというと、まあ、皆さん名前知ってるパスツールとかコッホとか、こういういろんな病気が細菌で起こると、バクテリアで起こるということをどんどんと分かっていった時代ですね。これらはコレラ菌が発見されるという。ですからがんも感染ちゃうかという考え方があります。でこれは今発がんウイルスという話で、まあ、存在しているわけですが、ちょっとこの3つの説がはっきり言うと今はちゃんと生きてるんですね。ですからがんを誘導するものを考えると、この、まあ、3つというのは刺激か感染かというのは正しいですね。で刺激説で一番有名な方というのは日本人なんですね、これは。で東大の病理の山際勝三郎さんというのがいます。でこの人はですね、結核がひどくてですね、ほとんど大学に行かへんだったんですが、大学教授になってからも大学に行けなかったんですが、その下の市川さんという人がですね、まあ、教授が今言った刺激説なら、ひょっとしたら刺激をずっと続けたらがんにできるんちゃうかと思ったんですね。でこれなんでコールタールかというとね、後で話するけれども、出てきますけれども、煙突掃除の、煙突掃除 には陰嚢がんですねが多いということがイギリスで分かってたんですね。ですね、煙突掃除言うとコールタールかなと思うから、昔はちゃんとコールを燃やしてた、要するにヨーロッパでは石炭燃やしてますから、コールタールを塗り続けたろうということですね。なんと3年間塗り続けたんですね、コールタールをウサギの耳に。それでがんができます。でこのがんができてですね、実際にその標本も残ってるんですが、その時は、病をしてですね、大学に出ていったというのは有名な話ですけどもですからその刺激によってがんができるということを初めて証明したのはこの日本の山際さんなんですね。ぜひ覚えてください。もう今の学生はもうほとんど覚えとらへんけども、それぐらい素晴らしい人。残念ながらやっぱり病気やったいうこともあって、後で感染説を証明したラオスさんはノーベル賞もらったのに、山際さんはもらえなかったんですね。でまあ感染説を唱えた人はこのラオスさんという人ですね。でこの人はですね、人間ではないんですが、鳥のですね肉種、まあ、がんですね、がんからがんから
まあ、実際にはビールスやったんですが、あの感染性のものを見つけ出すんです。すなわちどういうことかというと、これ、まあ、ラオスさんの実験というのは、まあ、鳥にがんができますよね。でがんをそのまま植えたら、まあ、それはがんになるかもしれませんが、これをバラバラにしてですね、ギュッと絞るんですね。細胞がもう死んでしまうような形で絞ったものをもう一度鳥に注射するとがんができるということを示したんですね。わかります？わかります？すなわちがんは細胞ですよね。でそれをもう細胞を殺しちゃって、ギュッと絞った絞り液で、これ細胞はありませんが、それを注射すると鳥ががんになったということで、これはこの中にがんになる病原体がおるんやということが証明された。すなわちもう一回同じことをしたらまた同じように感染するんですね。はい、どうぞ。え、ちょっと大きい声で言うと、僕え、聞くなんなえ、あ、そうです、あ、ごめんなさい、別の鳥に注射します。でこれをまた違う鳥に注射したらまたなるんですね。ですからあの感染性で後で、あそうか出てきますが、人間でもですね、そういう病気はたくさんあるわけですね。例えば知ってられるかな、九州でものすごく多い成人 T 細胞白血病というのがあるんですね。でこれはお母さんから子供に感染します。でミルクから感染するんですね。だからそういうことで、今ちょっと質問がありましたけども、この刺激節もそれから感染節もがんを誘導できるということが、まあ、この19世紀から20世紀にかけての時に分かったわけですね。でこれはものすごく大きなことで、その後あんまり研究って進まないんですね。だけど要するに、まあ、今言った刺激と感染両方あるで、でこれをどうやってがん全体の理解に、つなげていったらいいのかっていうのはなかなか難しい問題で、これからちょっと話をするわけですが、ですからじゃあ発がん因子について今はどんなふうに考えてるかですね、まあ、これは皆さんいろんなところで読まれるかもしれないけど、今刺激節とコールタールの話も聞かれた上で、刺激節とそれから感染節、これ2つ頭に置いといて、今例えば皆さんが本屋に行ってがんにならへんようにっていう本を買った時にどういうことを書いてあるかっていうのをちょっと思い出してもらうと分かるんですが、そうするとですね、一つは環境の発がん因子があるっていうのはもう皆さんよく知ってありますよね。タバコ吸うな、そういう話があるのはこれ刺激節ですよね。で要するに一番、まあ、有名なっていうのはおかしいですけども、タバコが肺がんを起こすことはもう確実に分かっていますけれども、この中に入っているコールタールいうのが山際さんと同じことですよね。他にもですね、いろんな環境因子とがんが分かってます。もう一つ有名なのはこの染料ですね。僕はあの京都育ちなんですが、京都は友禅の職人さんがおられてですね、友禅の職人さんには本当に膀胱がんが多かったんです。でこれは何でかっていうと、こう染料をひっとこうやってこう書くわけですね、ちょっとこうあの舐めるんですね。ですなわちこの染料に含まれているアニリンっていうのが膀胱がんを作るということが分かって、これも刺激ですよね。他にもですね、まあ、最近特に原発問題で話になっている放射線、そうですね、放射線も皆さん何に心配するかというと、子供にがんができないだろうか、ほとんどそれを心配されますよね。あの自己免疫病になるだろうかと心配している人はあんまりいないですよね。やっぱりがんが発生するのに違うかと思うのが原発の心配ですよね。それから、
日本人はまあ割と色が濃くて少ないんですが、紫外線というのも怖いというのは、要するに皮膚科の先生に聞かれれば紫外線に当たるなと。でそれは何でかというと紫外線が全部、いろんながんの、特に皮膚がんとか色素の、まあ、悪性黒色種の原因になっていることは分かっているからですね。ですからこういう環境因子で何でもあるんですね。でもう一つ、まあ、関西で有名なアスベストですね。アスベストというのもですね、尼崎、まあこれ企業の名前言うたらいかんのかもしれないけど、例えば久保田で、僕は京都で医者やってる時にですね、尼崎の病院に行くと中皮腫というんですけど、メゾテリ中皮腫の患者さんが見れると。中皮腫というのはなかなか見れない、そんなに簡単に起こるもんではないですね。ですから尼崎の病院に行ったら中皮腫の患者さんが見れるでっていうことを僕らあんまり知らない時に、ずっと昔ですから、ほんなら中皮腫がたくさんでいるんやろかっていう話になって、今分かったのはあそこでアスベストを使って、それ以外にも皆さんの昔は家でも使ってたんですね。だからこういうものが何十年も経つと他のがんではなくて中皮腫になるんですね。ですからやっぱりこれは明らかに環境因子が特殊ながんを、誘導する例になってますよね。ですからまず環境に発がん因子があるんやということは、その山際さんのコールタールの実験とつながってるということが分かりますよね。ここはよろしいね、分かりますよね。でもう一つですね、実際に、このラウスさん、さっき言った絞り汁でがんができたというラウスさんの話がどういうふうに今の知識に生きてるかというと、やっぱりウイルスでがんができる例っていっぱいあるんですね。あるいはバクテリアでがんができる例ってやっぱあるんですね。それ一つは日本に、まあ、ほとんど日本にしかない成人白血病、T 細胞白血病ウイルスっていうのが、でこれはお母さんからお母さんのおっぱいから子供に移るんで、これを母乳を禁止したらですね、ほとんど今成人 T 細胞白血病はどんどんなくなっていってます。ですから感染を防いであれば治る、しかし治ってしまうとこれは大変なんですね。でこれはウイルスも分かっています。まあ、京都大学におられた高槻先生というのがこの成人白血病、まあ、T 細胞白血病ウイルスを要するに、まあ、見つけられたわけですね。だからやっぱりラオスさんの感染と同じことがある。で今ものすごくワクチンで問題になっているこのパピローマウイルス、子宮頸がんワクチンっていうのを聞いたことありますね。今もあれを日本では禁止するっていう話になってるけども、子宮頸がんワクチンっていうのをなんで、ワクチンをこの子宮頸がんに使うかというと、これは全部パピローマウイルスで子宮頸がんが起こってくるからなんですね。実はですから、後で出てきますけれども、その、まあ性交とかそれから、皮膚のタッチとかで基本的にはパピローマウイルスが子宮頸がん頸部に感染するんですね。でこれが要するにがんの原因になるということは分かってます。でちょっと飛びますけども、あと、まあ、EB ウイルス、肝炎ウイルス、肝炎の慢性肝炎の後必ず必ずじゃないですか、がんになりますよね。でそれ以外にもう一つ有名なのは、これノーベル賞、オーストラリアの人がノーベル賞をもらいましたが、ヘリコバクターピロリっていうのを皆さんが胃の中に持っているとがんになりやすい。でヘリコバクターピロリを退治してやる、テトラサイクリンで退治してやるとがんができにくくなるということは分かってますから、こういうふうに、環境刺激だけではなくて感染性のものががんを作っているということが今もちゃんと生きて臨床や研究に使われているわけですね。ですから19世紀から20世紀にかけて分かったことが今はもっとはっきりとした形で分かってきていると。はい、どうぞ。はい、
そうですね。ですからちょっと後で、言おうと思ったんですけどね、例えば昔いろんなことが、例えば1700年代にですね、尼さんは子宮頸がんがないという話、ほとんど尼さんには子宮頸がんが少ないと。でこれはまあ当然って言うと当然ですが、その当時18世紀の尼さんというのはやっぱり完全にその、性交や皮膚接触がなくなりますから、逆に言うとパピローマの感染がないわけですね。ですから今から考えると、このなんで尼さんは子宮頸がんがないのかというのが説明つくわけです。まあこういう話難しいですけどね、まあ、実際には性交以外にもその皮膚と皮膚の接触、パピローマというのはあちこちにいるわけですね。でそれを、そうです、はい、悪種ではならんですね。やっぱりその子宮に膣子宮に対する皮膚接触だと思う。だから皆さんが悪種して子宮頸がんになると思ったらダメ、それは心配ないです、はい、よろしか。ですからやっぱりこのようにウイルスと、それから、環境因子があるということ で、ただですね、ウイルスの場合はなぜがんができるかというのは難しいです。ですからちょっと覚えておいてほしいのはですね、今言われたようにウイルスに悪い遺伝子があって、それが入るからすぐにがんができるものではないんですね。でちょっとここはややこしいんでほっときます。ラウスサルコーマウイルス、その肉種ウイルスというのはがん遺伝子、後からお話しするがん遺伝子がウイルスで運ばれてたからすぐにがんになるんですが、例えば成人 T 細胞白血病やパピローマの場合は、パピローマ自体は発がん性ないんですね。ですから僕らもこう喉やらに、ですからすぐにはがんにならない。でパピローマ自体には発がん性はないんですが、パピローマが飛び込んだ遺伝子の近くに増殖する分子があるとやっぱり問題、まあこれはですからパピローマが僕たちの遺伝子の活性化しちゃうんですね。僕たちの遺伝子を活性化してどんどん増殖をさそうとすると、自然に増殖していくとどんどんがんができてしまいますから、まあ後でそれも話しますが、こういうメカニズムでがんが起こることがある。それからもう一つですね、増殖でいうと、例えば慢性肝炎、C 型肝炎 B 型肝炎のウイルスでがんになるっていうのもですね、これは今度は何回も何回も炎症を引き起こすからなんですね。ですからちょっと考えてみると、これは確かにラオスさんが考えたのと同じですが、この辺は一種のウイルスも環境因子みたいなもんやと、長い刺激がウイルスによって、与えられてがんになるというふうに、まあ、考えてもらってもいいというふうには言えますね。でこういう知識をもとに、じゃあ、まあ、今もう一回戻りますけども昔知られていた職業のがんであるとか、そういうようなものをどう考えるのかということになると、今言いましたこれ1700年代にですね、尼さんには子宮頸がんが少なくて、しかも乳がんが多いということが分かってたんですね。でなんでこんなことが起こるのかというのは説明がつかなかったんですが、今は少なくとも子宮頸がんがないのは、まあ尼さんもちゃんと戒律を守っとったからやということが言えますね。でじゃあどうして乳がんが尼さんには多いのかと。でこれはですね、これ皆さん、乳がんになられると後でやはり話しますけれども、エストロジェンに対して反応性があるかどうかを調べます。すなわちほとんどの乳がんは皆さんが、女性が特に分泌する女性ホルモンで増えるんですね。でこの女性ホルモンは妊娠中は下がります。ですから、妊娠をすることによってエストロジェンにさらされる期間が少なくなるからやという説もありますね。でこれだけではないと思いますけれども、昔の観察というのが
新しい知識で理解される。同じようにですね、煙突掃除人のに陰嚢のがんが多いのは山際さんが発見されたコールタールがんと同じでありますよということが説明できるようになってきたね。だからやっぱり環境因子やウイルスであるということを知るためにも、このがんの疫学、どういう人ががんになりやすいかということを研究する公衆衛生学というのも結構大事なんですね。でまあちょっとどんどんちょっと遅くなるといかんので、次にですね、こういう問題は今いろいろ聞かれたようにちょっとどういうかな、オブラートにくるまれてしまっていて何かようわからんなっていう、やっぱ実際に確かにこういうことあるでって言っててもよくわからなかったわけですね。でそれがまあ完全にわかるようになってきたのが、このがんの遺伝子がわかるようになってきたから。でだからこそ今日はゲノムの話をします。だから今までは前置きでですね、はっきり言うとなぜじゃあそのパピローマで子宮頸がんが起こるのかということはやっぱり分からなかったね。でそれが分かるようになったのが、がんの遺伝子を研究ちゃんとできるようになったということなんですね。でどういうことかっていうのを、まあ、手短にやっていきますと、結局がんっていうのは刺激を受けて何が起こるかというと、がんの遺伝子に変化が起こる。それからビールスがかかって何が起こるかというと、遺伝子に変化が起こるんやということが、まあ、徐々に分かってきたというのをこれからお話しするわけですね。でその結果細胞の異常が、まあ、増殖の異常が起こるんやと。ですから、まあこれ今言ったように、まあ、これからお話しするのは発がん遺伝子とがん抑制遺伝子というのを話をちょっとしますけれども、これどんな実験でどういうことで分かったかっていうとですね、これちょっと大変な、で僕らがもうはっきり言うとそうですね、教授になってたかな、僕がこういうことは僕がもう教授になったぐらい、まあですから20年、20、30年前ですか、25年ぐらい前に、ようやっと分かってきたことで、もう本当についこの前分かってきたようなことですね。でどういう実験がされたかというと、がんが発がん物質で起こるというのは何べんも今言いましたよね。ウイルスで起こるかもしれないし、特にコールタールでなんでがんが起こるのと。でコールタールで起こったがんを取ってきてですね、でこれ細胞をこのがんから取ってきて、その中の遺伝子をバラバラに取ってくるんですね。皆さんの細胞一個一個に遺伝子ありますから、その遺伝子を今度はさっきもう一羽の鶏にウイルスをかけたように、この遺伝子を他の細胞に強制的に放り込むんですね。でそうするとがんが出てきたんです。すなわち皆さんのがんの細胞から遺伝子を取ってきて正常の細胞に入れるとがんになるという実験が行われたんですね。これは分かりますよね。これ要するに皆さんの細胞ががんになったということは何か変化がある。でどこに変化があるかなといろいろ調べていくと、遺伝子の変化やということがこの時代に初め、まあ、20何年前かに初めて分かったわけですね。これはまあ画期的な仕事ですが、まあ、しかしこれを全部短くしてしまうとどういうことかと、発がん物質もウイルス感染も放射線もですね、こういう皆さんの細胞の中の正常の遺伝子に突然変異を誘導しておると。それから遺伝子に傷をつけているのが環境因子でありウイルス感染ですよということが、まあ、この20年ぐらいの結果明らかになったわけですね。でそうしてすなわち正常にはないけれども
いろんな感情意識にさらされてちょっと変化が起こっちゃった遺伝子のことをがん遺伝子と呼ぼうと。ですからがんになるためには必ずそのがん細胞特有の遺伝子ができてないとがんにならないということが分かったわけですね。でこれが、発がん遺伝子、がんになるための遺伝子ということの考え方が、まあ、今では当たり前になって、でしかも、まあ、これからお話しするように、まあ、次の、あの次回にはですね、これが臨床にちゃんと使われるようになってきた。ですからあの今日皆さんにお渡ししたこの冊子を見てください。だからこういうこのがんで変化する遺伝子がどんなふうにあるかっていうのが分かってきたおかげで、どのがんならどの遺伝子がおかしいということを予想できるようになってきたんですね。でまあこの話を今からちょっとします。ですから、それまでは何や知らんけど環境からいろんな刺激が入るといかん、あるいは放射線当たるとなんでダメやというのは分からなかったわけですね。でそれが今言ったように正常の遺伝子がちょっと変化する、いわゆる突然変異ですね、突然変異を起こすからがんになるということが分かりました。ただですね、じゃあどんな遺伝子でも突然変異したらいいのかというとそうではないです。だから特殊な遺伝子が突然変異を起こしちゃうとがんになるんですね。で、まあ、皆さん今まで聞いておられるからよくわかると思いますが、例えば一番危険ながん遺伝子というのは細胞の増殖に関わるやつですね。で皆さん生きているのは細胞が増殖してるからですね。細胞が増殖しなくなったら生きておれません。もちろん一番最初に言ったように突起10日で3キロになりますから、これもすごい細胞の増殖、1個の卵がもう30兆個の細胞になるわけですから、すごい増殖が起こってるわけですね。ですから増殖っていうのは僕らのもう命に必須なんですが、これが変異を起こしてですね、ちょっとおかしくなると普通の増殖ではない増殖になっちゃう。でこれが癌ですね。でこれが、ですからその、まあ、基本的には皆さんの細胞の増殖に関わるような、遺伝子が突然変異を起こしたのが癌やというふうに思っていただいたらいいんですが、ただですね、一つ癌がじゃあ癌遺伝子ができてしまったらこれ自分はもうがんになるのかと、そう悲観する必要全然ないです。で1個や2個が変化を起こしたってそう簡単にはなりません。でまあその話をこれからしますが、実際に今言ってるとですね、まあ、よく間違えられるのは、まあ、がん1つの遺伝子がこれ突然変異しちゃったらどうしようっていうふうに思われるんですが、それだけではない。で例えば正常の増殖もがんを助けてることはいくらでもあるんですね。で皆さん女性の方おられますけど、乳がんになられる、で乳がんで一番最初にやるテストって何かというと、エストロジェンリセプターですね、すなわち女性ホルモンリセプターとプロゲステロンリセプターと、それからハーツーという遺伝子を調べます。でこれはもう今皆さん乳がんになられば全員調べられます。でそれはどういうことかというと、別に突然変異があるかを調べてるんではなくて、がんといえどもエストロジェンがないと増えられないのかどうかを調べてるんですね。ですから実際に皆さん調べるのはこの HER2 とエストロジェンとエストロジェン受容体、プロゲステロンというのを調べます。でこれが全部ネガティブだとトリプルネガティブで悪いがんですよと言われちゃうんだけども、これはなぜかというと正常の乳腺細胞と同じような、いろんな因子を使って増殖してますよと、正常に近いですよということを調べるために、これを調べるんですが、すなわちどういうことかというと、
がん遺伝子はできてるけども、それだけでは足りなくて、普通の乳腺が必要としているいろんなメカニズムをがんもちゃんと使ってますよと。ですから乳がんになられた時には、直接がんをがんの変化した遺伝子を叩けない場合は、この正常のエストロゲン、ここを叩くとがんの増殖が落ちるわけです。ですから、乳がんの人では、女性ホルモンをの作用をブロックするお薬を使います。でこれは皆正常の細胞と同じような増殖の仕組みを乳がんも持ってるからなんですね。ですからがんっていうのは、後で話しますように多段階説ということで理解されるにむちゃくちゃ複雑です。ですから一つのことだけではわからないでね、ちょっとこれを考えるとね、一つだけ、まあ、みんなよく知っている iPS を例にちょっと考えるとこのことがようわかると思うんですね。で iPS って今新聞やらに出てるとですね、注射するとがんになるかもしれへんと。だから要するにがんになるかもしれへんから、なるべく使うのを、まあ、躊躇するというか、まあ、がんにならない iPS というのが本当にあるのかどうかというのが問題になるんですね。ですから、まあ、高橋雅代さんが、iPS で網膜作ったけど、この網膜の細胞はがんになったらどうしようとみんな心配する。で、なんでかというと、これ iPS というのはですね、まあ、山中さんがこう4因子を入れて、何にでもなれる細胞やというふうに作ったんですが、これ不思議なことに iPS が本当に iPS かどうかっていうのは、がんができるかどうか確かめて言われるんですね。それじゃ iPS っていうのは何の異常もないけれども、一種がんとして作用することがあるんですね。ですからどう言いますかね、腫瘍増殖っていうのはちょっと難しいですが、必ずしも遺伝子が傷がいってなくても起こることも覚えておいてください。で実際にはがんかこの iPS の腫瘍か、それからもっと極端な話を言うと胎児発生か、これを区別するものは何かというと、正常や iPS の場合はこれをちゃんと制御できるんですね。でがんの場合は制御できない。ですからがんかがん以外かという話はですね、こう書いてるかな、こうですね、これだけ覚えて、増殖を調節できるのが発生、 iPS も含めて、要するにちゃんと体が増殖のスピードを調節してくれることができるのが発生で、その調節ができなくなるとがんやというふうに、まあ、覚えてもらったらいいです。ですから必ずしも、まあ、遺伝子に変異がある必要はないですが、まあ、多分これまあ不吉な話だけど、皆さんががんになると言われた場合にはほとんど 100% この遺伝子に変化があるというふうに思ってくださっていいですね。まあ、今までのところで、がん遺伝子すなわち細胞にの増殖に関わる正常の遺伝子に傷が入ると調節ができなくなってしまってがんになるんやっていう、まあ、シナリオがだいたいイメージしてもらえたとは思うんやけども、実際じゃあこれ不思議やと思ってくださいね。がん遺伝子がん遺伝子って僕言うてるけれども、もともとがんになるために遺伝子があるはずないですよね。ね、遺伝子というのは皆さんの体をちゃんと作っていくためにあるわけで、ですからがん遺伝子というのはおかしいでと、がんになるための遺伝子なんて最初からあるはずはないということで、実際にちょっと調べてみるとよくわかるんですが、もともと発がんのためにある遺伝子なんか絶対存在しません。でそれは傷がいく前には必ず何か本来の重要な役割をしてたんですね。
だから皆さんががんになるときに変異を起こす多くの遺伝子は実際にはその突起透過の発生の段階ですね。どこだったかな、発生段階、細胞がうわーっと増殖する段階にちゃんと使っている遺伝子を実際にはがんで傷がつくということが多いんですね。でちょっと例を示しますと、まあ、これは僕らもやってた仕事なんですが、この C キットっていう分子があります、まあ、これはもう、そういうものがあると思ってください。これ遺伝子ね。でこれはですね、もともとは猫の白血病ウイルスとして発見されてます。ですからラウスさんの、白血病ウイルスと同じですね。これキットというのはキトンですから、そのまあ猫の白血病ウイルスの遺伝子ということで発見されるんですね。でところがじゃあこの分子は体の中でどんなことしてるかなっていうと調べると、なんとこれ、まあ、あの子供とネズミを比べてますが、色素細胞ができなくなるんですね。ですからここ白いですよね。ここ色素細胞がないわけです。だからこのメラニンを作る細胞が発生するときにこの分子が必要であるというのが分かりますし、他にもこれの分子がないと血液ができません。それから精子も卵子もできないですね。でそうするとこの分子は血液や色素細胞やそれから精子や卵子の発生に重要な分子ですよということが分かるわけですね。でプラスですね、このジストというがんがあるんですが、この皆さんこの猫の白血病だけではなくて人間でもですね、この遺伝子に傷がつくとがんができるということが分かってます。いいですか。ここだから正常の発生に必要な遺伝子が傷がつくとがんになるという、 もう例がもうたくさんあるんですね。もう本当にたくさんある。もういちいち言ってたらもう時間が足りないぐらいありますから、こういうことで皆さんの、まあ、発がん遺伝子というのは実際には皆さんの体の中でちゃんと重要な働きをしとったんだけども、それが、突然変異を起こすとがんになるぞというふうに思ってください。でもう一つですね、次に覚えてもらわないかんのが、がんを抑制する遺伝子の発見なんですね。で今言ったのは細胞の増殖をどん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 調節抜きに、まあ、促進するためのドライバーと呼んでますが、もうそのアクセル役ですね。がんになるためにはともかくアクセルが吹かせられないとダメなんですが、アクセルだけでは要するにがんにならないというのはもう何べんも言いましたね。発生の時はアクセル吹かしてますよね。突起透過で3キロだけどちゃんと調節してる、すなわちアクセルだけではなくてきちっとブレーキがあるんですね、僕らの細胞の増殖には。だから子供はちゃんと生まれてくる。決して子供はがんではないですね。でこのブレーキの機能がなくなるとがんになりやすいということが分かっています。でこれをがんの抑制遺伝子というんですが、例えば一番最初にこれが見つかったのはどんなかというと、子どものですね網膜にできるがんなんですね。でこれはもう目を見たらすぐ分かります。もう色反射しますから。でお母さんびっくりしますよね。でこれはですね家族性があるんですね。すなわちある遺伝子、まあ、要するにある遺伝子を持っている家族にはこのがんがものすごく多発するということが分かっています。でそれで、このがんが、ごめんなさい、この遺伝子がなくなるとがんができるんやなっていうことが初めて、まあ、分かったんですね。でこれが RB1 っていう遺伝子なんですが、レチノブラストーマ、すなわち網膜腫瘍の遺伝子という形で見つかったんですが、まあ、こういうふうにこう
細胞の増殖を抑える、特に子どもの網膜の細胞の増殖を抑える役割をしているものがもともとないためにがんになっちゃうということが、まあ、発見されたんですね。で、あのがんに抑制するものがあるぞっていうのは分かったんですが、実際に今言いましたようにドライバー、すなわちアクセルになるものと、調節するブレーキになるものがセットで異常が起こらないとがんは起こってこないということが、こういう発見で分かってきたんですね。これはもうむちゃくちゃ長い話になりますから、もう全部飛ばしますが、ですから一つ一つのがんに必ず今はこのがん遺伝子、アクセル役とブレーキ役があるということが分かってるんですね。で、あのそれはどんなものがブレーキ役になるかいうのも分かってます。ですから、まあ、もう一回ちょっと書き直しますと、このがんとがん抑制遺伝子というのが2つ重要な働きをして初めてがんができるんですが、片一方だけではダメ、すなわち調節されますから、ブレーキとアクセルが両方とも異常になって初めて調節のできないがんができるんやということを、まあ、覚えてください。そうするとこのブレーキ役とアクセル役の遺伝子を見つければ皆さんのがんがなぜできてるかっていうことが分かるはずなんですね。でこれがやっぱりあの研究なんで、皆さん今でも覚えてられますよね、アンジェリーナ・ジョリーさん。でこれ BRCA1 いうあの遺伝子に突然変異をもともと持ってられるっていうことが新聞に出てましたですね。でこの方何されたかというと、もう自分の おっぱいを両方とも取ってしまったんですね。で卵巣も取ってしまった。それはがんになる場所はその おっぱいですから、基本的にそれがなくなってしまえばがんになりませんよね。だからこの方は BRCA1 っていう遺伝子が突然変異をしているために、普通だと乳がんの人だとですね、実際普通だとまあ大体 9% ぐらい乳がんの方が出るんですが、BRCA1 がない、もうこのアンジェリーナ・ジョリーさんの場合は5割から、まあ、ほとんどの人がいつかがんが出ちゃうんですね。でそれならもうがんの元を取ってしまっておこうということで、その予防手術をされたというのでものすごく有名になったですよね。まああんまりあの新聞あの覚えてられないかもしれないけど、ものすごく有名ですよね。ですから日本でもその予防手術というのがあるんやということが、まあ、このアンジェリーナ・ジョリーさんの話で出てきたわけですね。ですからこれ卵巣がんと乳がんはですね、この遺伝子がの機能がないともうほとんどがんになるということは、逆にこれが乳がんの発生を抑制しているブレーキ役になっているという一つの証拠ですよね。まあ、今言ったようにあのですから、一つの遺伝子でがんが決まるわけではなくて、いくつかのものが合わさってがんになるんやということを、まあ、これ勉強ですから覚えてくださいね。でそういうものをどういうふうに言うかというと、がんの多段階説と言います。だから一遍でがんになるわけじゃなくて、その3年間コールタールを塗り続けないか、でそれはいろんな遺伝子に変異を起こさないとがんっていうのはできないいうことが分かる。でこれはですね、まあがんは遺伝子変異を中心に、さっき言ったさまざまな変化が積み重なって起こりますよっていうのが、まあ実際にももう本当に20年ぐらい前から急速に分かってきたわけです。ですからもうずっと昔からの歴史じゃなくて、もうつい最近こういうことが正しいというふうに分かってきた。で実際にですね、あのがんの成り立ちを例えば皮膚がんなんかでいっぱい見ますと、例えばちょっと細胞がよく増える、今イボもそうですね、よく増えるっていうのが出てる。でよく増えるだけじゃなくて、ちょっと形がおかしいぞっていう話になるのもある。それから
もうこれはがんやけどもうあまり浸潤していないのから最終的にものすごく悪性の浸潤するがんまでもうがん言うてもバラバラなんですね。で実際にですねがんになってなくてもこういう段階っていうのは結構皆さんの、体の中で起こってます。で僕も持ってますが例えば僕は食道がんになりそうなバレット病変っていうのを持ってます。で例えば口腔がんになる人はこの白斑症ってなりますね、まあなってないと思いますからまあ言われてたらちょっと心配した方がいいですが、まあこう白いこう盛り上がりができてるんだけどがんでないと。だから皆さんよく知ってるのはポリープいうのは知ってますよね。あもうポリープ出すから安心ですよって言われたと、がんかなと思って心配していったらポリープですよと言われて安心しますよね。これもしかし正常ではないですね。要するに細胞がたくさん増えてるわけですからこういうポリープができるわけですね。でそれ以外にもまあ、ペイジェット病とかいろんな、前がん段階と言われているものがよくできます。で実際にですね皆さん、まあ、僕らぐらいのお年以上の方の例えばここの皮膚を取ってくるとですねそうですね、まあ、ほとんどの細胞にしかもがん遺伝子の変化があるということも分かってるんですね。もうであってもがんにならないということが大事なんですね。ですからやっぱりそのもう何十年も生きてくるともう紫外線で一部の細胞では変異が起こってますよ。でそれをちゃんと抑制しているものがあって僕らはがんになってないということもだんだん遺伝子を調べるとどんどん分かってきたんですね。ですからこういう前がん状態というものがなぜ前がん状態かというのもその多段階説を遺伝子で調べることで分かるようになってきた。ですからこの初、まあこれからゲノムの話を今日はまあこういう話ですけどもゲノムの話をしますが、発がんにかかる遺伝子が分かってきて多段階説が何かということを実際にですね理解できるようになってきたわけですね。で例えばねラオスの、ビールスの話もそうなんですが実際にですね例えば一つのがん遺伝子というのはもう分かりますから突然変異したやつをマウス突然変異をしたマウスを作りますよね。でアンジェリーナ・ジョリーさんだって今40ぐらいまで元気で俳優してたわけですね。だから一つの遺伝子がおかしくても普通がんにはなりません。ですから実際この一つの遺伝子をマウスがおかしいマウスを見ると、まあ、ある一定の期間の後急にがんが出始めるわけですね。だから他の普通の人よりはなりやすいいうだけのこと。ところが2つ入るとですねあっという間に今度はがんになりやすさが変わりますよね。ですから多段階説というのは1つ2つとがんになる分子遺伝子の変化がたまってくるとどんどんがんになりやすくなっていくというふうに考えたらいい。で逆にまあ皆さん今健康ですからそう簡単に2つ3つ異常が一つの細胞で揃うことはないぞと安心しとったらいいです。でまあそういうふうに考えて、ですからこういうことから考えるともし不幸にして皆さんががんになったとしたらですねそのがんを取ってきて調べれば多段階説が起こっているのが分かるはずですね。すなわち1個の遺伝子がおかしいんではなくて皆さんのがんの中にはいろんな異常が積み重なってるっていうことが分かるはずなんですね。でそれができるようになってきた。でこれがそのゲノムが分かって新しいがんの医療が始まろうとしてるということなんですね。だからこの実際のがんの遺伝子を調べることが21世紀につい、まあ、21世紀でも2010年ぐらいからですねできるようになってきたというふうに思ってください。でこれはですね、新しい技術が
まあ、2010年ぐらいに急速に発達したんですね。これは去年お話ししましたが、でこれは遺伝子を調べる、皆さんの全遺伝子を調べる技術が完成してるんですね。ですから例えば皆さんの全遺伝子を調べたいと思うと、今そうですね、まあ20万円やったら調べられますね。でところがこの2004年に全遺伝子を、人間の全遺伝子を調べることができましたって言うて、アメリカのクリントン大統領が、皆さんに報告した時っていうのは2000億円かかった。だから今はそれが、まあ、20万円ぐらいできるいうぐらい、この新しい機械のおかげで皆さんの遺伝子を調べる値段がダーッと下がってきてるんですね。これは対数比例で、ここらは2000億円ですね。2000億ドル、あごめんなさい、2000億円なんぼですかね、20億ドルですね、それがですねずっと急にここで、まあ、こう2007年ぐらいから急に下がってますよね。で今、まあ、実際にこう 1K って書いたのはここが10万円ぐらいですね。今もほぼ10万に近くなってきてますね。ですから皆さんの遺伝子だけじゃなくて、がんになったがんの遺伝子も、まあ、10万円20万円やったら調べれる時代が来たんですね。で多分これはもっともっと安くなりますから、普通の検査と同じようにがんになったらそのがんの遺伝子を調べることができます。で実際にそれが調べられるとですね、例えば大腸がんでも、まあここに書いてあるようなたくさんの遺伝子に突然変異があるということが分かってきたんですね。ですから決して一つの遺伝子がもう名前を覚える必要ないです。で実際に調べていくと、ブレーキ役もあるしアクセル役もあるし、もうアクセル役だけでも3つの遺伝子がおかしいし、ブレーキ役だけでも4つの遺伝子がおかしいというように、たくさんの分子が集まって、あごめんなさい、変異が集まってがんになってるということが分かってきたんですね。それを実際に皆さんのがん一つ一つ調べることで分かってきたわけです。ですから本当にそれが起こってるんやっていうことが、今初めてこの、まあ、2010年以降初めてどんどん分かってきてる時代が来てるんですね。でそれをやっぱり医療に生かすということが多分大事になってくると思いますね。ですからゲノムから分かったことは何かというと、細胞の増殖は危険と隣り合わせだ。すなわち皆さんの細胞は増殖しないとダメですか。で増殖するとがんになりやすいんですね。でそれは傷が入りやすいし、それからちょっとややこしいんであんまり言いませんけど、増殖すると突然変異が入りやすいことは確かなんですね。それ ですから増殖する細胞ほどがんになりやすい。でしかもそこに危険因子が加わって、たくさんの、それから一つのがんで、例えば肺がんの方だとですね、だいたい500種類ぐらいの遺伝子が突然変異を持ってます。で、例えば、色素細胞も紫外線の照射を、紫外線しょっちゅう浴びてるような黒色種ですね、色素細胞の腫瘍だと、ものによっては1万も変化があるやつがあるんですね。そのぐらい突然変異っていうのはたくさん起こります。で、ですから、まあ、今までの話で言うと、がんにはがんのアクセル役の遺伝子、がん遺伝子と、それからブレーキ役の遺伝子と、でこのそれも一つ一つではなくて、たくさんの遺伝子が集まって初めてがんになるんやと。でこれは実際に新しいテクノロジーができて、皆さんのがんを調べる、今はだいたい20万種類ぐらいの遺伝子が、がんが調べられてですね、どういう遺伝子ががんを作ってるかというのもどんどんカタログができてきてます。でそれはまあ次回にお話ししますけれども、でこういう結果ですね、今まで多段解説として考えたことはまんざら間違いではなかったということが分かってきた。
いうことが、まあ今までの、まあ、まとめですね。で最後にですね、まあ、皆さんちょっと気にされてるだろうと思って最後に話題にしたいと思ってるのが、がんは遺伝するかどうかですね。で皆さんやっぱり一番心配されてますよね。自分ががんになると子供に遺伝するんちゃうやろかとか、自分の親戚の人はたくさんがんで亡くなってるから、ひょっとしたら自分もがんになりやすいんだらではないだろうか。でがんは本当に遺伝するかどうかということについてだけちょっと今回最後話題にしてですね、で、まあ実際のゲノムの臨床というのは次回に回したいと思いますが、じゃあがんは遺伝するのか。でこれはですね、まあ、答えが、なかなかややこしいですが、遺伝するのと遺伝しないと両方あるというふうに、まあ、最終結論はそうなります。ただですね、どういうことでそういうことを言うのかということですね。でがんが遺伝しやすいと言った場合に、3つの可能性があります。で1つはですね、さっき言ったアンジェリーナ・ジョリーさんや、あ、ごめんなさい、それからいろんな網膜腫の家系のように、がんやがん抑制遺伝子の一つがもうなんていうかな、皆さんの遺伝体質としてもう存在している場合ですね、 BRCA1 がもう異常であるっていう場合は、これはもう必ず子どもさんに遺伝します。でこういうふうにがんやがん抑制遺伝子の一つが確実にその遺伝形質としてある場合は、これはもう遺伝すること間違いないですね。それからもう一つはですね、突然変異が起こりやすい体質っていうのがあるんですね。でこれはものすごく難しいです。で本当にもう明らかに突然変異が起こりやすい家系の体質から、まあ、ちょっとだけちょっと起こりやすいとかですね、そういうケースまでこれはバリエーションが大きいです。でまあ、その他他にもいくつかあるんですが、まあ、この2つについてちょっと話をしますと、例えば先ほど言いましたこの機能がなくなるとがんが発生する遺伝子を最初から持っている子どもはですね、これ片一方だけで持ってるんですが、発生のうちにもう片一方の遺伝子もおかしになっちゃうんですね。でそうするともうこの遺伝子が全くないですから、普通の人よりはがんになりやすい。でアンジェリーナ・ジョリーさんもですね、両方とも異常ではないんです。両方とも異常の場合は必ず発生してきませんから、さっき言いましたようにがん遺伝子の多くは発生の時に重要なんですね。ですからがん遺伝子がちょっとおかしくても、2つ両方の遺伝子染色でおかしいと発生してこなくて流産しちゃいます。でところががん遺伝子を持っている家系、と診断される人のほとんどは片一方の遺伝子だけが突然変異を持っているんですね、まあ、このアンジェリーナ・ジョリーさんですね。ですから、40歳になっても何もないけれども、それより20年以降に他のもう片一方の方がおかしくなる確率が高いわけです。皆さんだったら2本ともおかしくなる確率というのは、例えば、50分1本の遺伝子が、まあ、例えば10分の1の確率で、おかしくなるとしたら、2本ともおかしくなるのは100分の1ですよね。でところが片一方が最初からもう、おかしい人はですね、この10分のもう片一方がおかしくなる確率は10分の1ですから10倍多いわけですね。ですから同じように片一方の遺伝子が欠けている場合にもう片一方がおかしくなってがんになってくる確率が、この裏ありますよっていうふうに考えてもらったらいいと思います。それ以外にですね、これは要するにがんを抑制する発がんに関係する直接関係する遺伝子の突然変異ですが、それ以外にですね、さっき言ったがんのごめんなさい、突然変異が起こりやすい体質というのがあるんですね。でここにおられる皆さんはそういうことないんですが、例えば紫外線に過敏な方っておられます。で
これはある遺伝子がなくてですね、紫外線に当たるとすぐにこういういろんな炎症が起こす。でこれは紫外線に過敏症というのはどういうことかというと、紫外線というのは環境因子として皆さんの遺伝子に傷をつけるんですね。ただ僕らもしょっちゅう当たってますけれども、傷がついてもそれをちゃんと治す仕組みを持ってます。ですから海水浴に行っても大丈夫なんですね。でところがこの仕組みがうまくいかない方っていうのは残念ながら、異常のまま起こりますから、その結果ですね、がんが出やすい。何ですか？あ、 P53、 あのね、これは、BRCA1 の、そのメカニズムを聞いてこられてますけども、まあ、これはP53 っていう他の、いろんな遺伝子と一緒に、でちょっとこれは今日の話題としては僕はやっぱ不適切だと思いますね。あまりにも難しいから、もうここはBRCA1 が、増殖を抑制しているというふうにだけ考えてください。で、まあ、今話をしているのは修復が異常になる病気っていうのはたくさんあってですね、この場合は突然変異が起こりやすいです。で、もともとこういう遺伝子を持っている、すなわち修復、放射線に対する修復がうまくいかない人っていうのは突然変異の数がむちゃくちゃ多いですね。ですからこう2つあって、がん遺伝子そのものがおかしい場合と、それから修復が異常、修復がうまくいかないで、実際ですね、これ直腸がんの話なんですが、直腸がんが起こる一番最初のこれは突然変異っていうのはこの修復の遺伝子であるということが分かってるんですね。ですから、まあ、今言ったようにちょっと難しいですけども、がんを抑制するだけではなくて、僕らは突然変異ができてもそれを修復するという力を本当は持ってるんですね。でその力が弱まってくるとがんになりますよということが今分かってきてます。ですからこういうものが体質の原因になるんですね。で BRCA1 を体質と呼んでいいかどうかっていうのはね、難しくて、それは明らかに遺伝子異常が子どもに伝わるがんになりやすさを決めてますけれども、皆さんが心配されている体質というのは必ずなるっていうものではないですね。ちょっとおじさんががんになってるんだけど僕はなりやすいんではないだろうかというようなそのつながりっていうものが本当にあるのかどうかっていうのはまた全然別の話なんですね。ですから BRCA1 やこの修復の話はちょっとおかしいと必ず体質として残ることはありますよということを覚えてもらうためにあるんですが、まあ、今日ここに来られている皆さんはそういう異常を持ってられない、そういう場合にじゃあまだ体質というものがあり得るかどうかですね。でこれに関して言うとですね、まあ、今言ったようにいろんな遺伝子分かってきましたけれども、本当はですね簡単ではないですね。でこれどういうふうにして調べるかというとね、これ双子を使うんですね。で一卵性ソーセージ、それから二卵性ソーセージではこれは半分の遺伝子が一致してますよね。で一卵性の場合は完全に一致してますよね。でどういうふうに調べるかというと、この一卵性ソーセージの方の片割れががんになられた場合に、もう片方の方ががんになる確率はどのぐらいあるかっていうのをいろんな年代で調べるわけですね。でそうすると一般の方はまあ年とともにがんが増えてきますね。である時期に双子の方のもう片割れががんになった場合にですね、例えば二卵性ソーセージの場合やと一般よりは高いし、しかし一卵性よりは低いということは分かりますが、これはもう明らかに
片方がどんな癌でもあらゆる癌で言ってるわけです。だから片方が癌になるともう片方の方は癌になる確率は高いと。しかし大事なことはこれ 100% はないということですね。これだけを忘れんといてください。先の BRCA1 やらはもう異常があれば 100% になりますから。だからそういう意味では何かよくわからないけれどもがんの体質ってありそうやということが、まあ、ここから言えますね。で実際ですねこの論文で分かっているのは遺伝しやすい、まあ、体質がありそうながんと体質があまり関係ないがんがあるんやと。でこれを覚えていってください今日ね。で例えば肺がん、どこやったかな。でこう見るとこれ環境リスクと遺伝リスクって書いてますが、環境リスクの方が遺伝リスクより高いですよね。これも皆さんタバコ吸ったりとかいろんなことで、これ24と18見てもらう、リスクの数字やと思ってもらったらいいですが、でそうすると環境リスクもかなり重要で、やっぱりタバコやらをやめると肺がんになりにくいということは分かりますよね。で、同じように、まあ、大体遺伝リスクも環境リスクも両方あるっていうのが多いですが、一方ですね遺伝リスクがものすごく高いがんっていうのがあるんですね。でそのうちの、ここですね、卵巣がん、ホルモン系のがん、あるいはあの精巣ですね、ホルモン系のがんっていうのは遺伝リスクが高い。すなわち、まあ家庭、まあ、要するにその家系の方にはもし卵巣がんができると、他の方にも卵巣がんが出る確率が高いということが言えるということは徐々に分かってきています。ですから、明らかに環境リスクがあるものはそれを予防すればいい。でじゃあ遺伝リスクの高いがんに、自分がなった時子どもたちはどうしたらいいのかということで、まあ、最後のスライドですけれども、まあ、やっぱりいろんな形で、遺伝子を調べていくことが必要になるだろうなと思います。で今は残念ながらなぜかちょっとだけ、うちの家系はがんっぽいなっていう原因は完全に分かってません。でしかしこれは必ずまあ、10年もしないうちにいろんなリスクが計算できるようになると思う、ね、ですからさっき言ったアンジェリーナ・ジョリーさんみたいにもう明らかなリスクではなくて小さなリスクというのが計算できるようになると、まあ、遺伝子検査をして子どもさんたちが、次にがんにならないように例えば早期発見を目指すとかですね、まあ、そういうような取り組みが行われるだろうなと思います。ですから、まあ、最後結論めいて皆さんに、まあ、こうされた方がいいですよっていう話を、まあ書きますと、まず細胞の増殖が私たちの体に必要な限りはですね、もう間違いなくがんは防げません。増殖を体の中である限りがんは防げません。でどうしたらいいのかっていうと、がんのなりやすさに一定の遺伝体質はありますから、まあ今は残念ながら完全に分かりませんが、もう少ししたら自分のがんのリスクをある程度予防する、知ることができるようになりますから、まあ、そういうものを検査して自分にはもう遅いかもしれんけども子どもたちのために、リスクを前もって知って予防する時代は来るだろうと。で例えば皆さんも一番恐ろしいと思われる膵臓がんなんかそうですね。膵臓がんはですね今、新しい MRI 検査があってですね、その膵管をちゃんと調べる MRI 検査があるんです。で、初めから遺伝リスクがある家系の人をその MRI で調べるとですね、手遅れになる前に、まあほぼ半数以上発見できたという論文がありますから、まあ、そういう意味ではリスクを知るということは結構重要であるということが言えますね。で最後にですねもう一つ大事なのは
やはりその山際先生のところからですね、環境因子が、このなりやすさに、なりやすさと一緒になってがんを誘導しますから、この環境や生活習慣をちゃんと勉強していただいてですね、予防するためのさまざまな心得はぜひ守っていただくと。で、まあ、この3つをやればがんになっても、まあ、大丈夫な時が時代がすぐ来るんではないか。で、実際にですね、まあ、ぜひ次の時はこれ予習してきてもらうといいんですが、まあ、これは皆さんが不幸にしてがんになったらというところから始まってますから、次回はその皆さんが不幸にしてがんになったら今はどういうその診察が行われ、治療が行われる、しかし、まあ、10年もすればゲノムというものを中心にどういう治療が行われるか、どういう診断が行われるかということを書いてありますから、ぜひですね、予習してきてください。で、次回は、まあ、そのがんの臨床ですね、がんの治療をゲノムをベースに考えることによって何が変わるかということをお話したい。まあ、今日は一応総論でどうしてがんが起こるかということを、まあ、理解してもらおうと思います。以上です。ちょっと BRJ1 の西川先生ありがとうございました。ではちょっとここから質疑応答の時間を設けたいと思います。はい、どなたか質問のある方挙手をお願いします。何か、はい、後ろに、すみません、祖父は胃がんで亡くなったんですけど、はい、遺伝的なのかなと思ってたんですけど、今ピロリ菌が出てきたじゃないですか。この場合どう考えますか。ですね、先ほども言いましたように一つで決まりませんよね。で、ピロリ菌は一つなんですね。ですから逆に言うと BRCA1 でもね、一つを、駆除しておけば他のものが重なってもがんになりにくいですよね。ですから逆に言うとピロリ菌は退治されたらいいと思いますね。で、それプラス、しかしもしそのある胃がんになりやすい体質がもしあるとしたら、これは続きますから。そうですね。ですから あらゆるがんで一つの原因で 100% 決まるっていうものではなくて、それはなりやすさを決める度合いの問題で、 BRCA1 だと40まではどうもなくても80までになる確率が9割であるというような計算しますね。だからリスクやと思ってます。アクセル遺伝子とかブレーキ遺伝子を変異させていくとかのことですか。そういうウイルス、何がピロリ菌がですか。あ、ピロリ菌とは別にその、放射線とか紫外線とかウイルスとか。ピロリ菌の場合はね、実際には細胞の増殖にを誘導しているというふうに分かってるんですね。で、そのメカニズムも北大の大体の名前出てこない。そうか、北畑、北畑さんやったかな、そういう人たちによって分かってるんですが、要するに増殖を余分に誘導しちゃうと、さっき言ってた増殖することによってより突然変異が起こりやすくなりますから、でそれで、他の突然変異も合わさって胃がんになるんですね。で、次の時に持ってこう、じゃあ胃がんの話もちょっとしますけれども、胃がんではどういう遺伝子がおかしくなってるかっていうのがもうそうですね、何百例ぐらいのがんでも調べられて分かってますから、まあ、その辺の話も次の時にします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。その他にどなたかいらっしゃいますか。はい、マイク使ってくださいね。あ、ごめんなさい。がんになりやすい原因としての、まあ、例えばおこげ食べたり、カビのものを食べたりするのは良くないというのは聞いてますけど、それは大体は分かるんですけども、その他にね、
を清潔しないとダメなら、その、例えばアマゾンの奥地 の原住民は、むちゃくちゃがんが多いかというとそうではないですよね、多分ね。だからやっぱり例えば炎症が続くとがんになるやつですね。だから実際に肝炎でがんになる場合はそういうことが多いですね。で、例えばこう常にこう刺激を受けて、そこに、まあ、会議というのは炎症が起こってくることでがんになるということはあるかもしれないけど、一概に不潔だからいかんと。で傷口からその体の汚れが入ってがんになるということは、だから例えばカビが出す、マイコトキシンとかそういう、うん、ものが逆に言うと細胞に悪い働きをしてがんになるっていう、いわゆるコールタールと同じような刺激になるっていう話はありますよね。だから皆さんがちょっと不潔やからみんなカビを持ってるわけじゃないですから、うん、だからいろんな理由がまあ考えられますけども、それは例えばまあものすごく不潔にしてる民族と、それからまあもうゴシゴシ洗ってる民族と比べるというようなことをしないと最終的には結論できないと思いますね、不潔かどうかという話で。一つ言えるのはね、アトピーは清潔にしてる方が多いですね。そうそう、だからあのアトピーってやっぱり石鹸の使用量とも明らかに正比例してる。だから僕らあの、まあ、同じぐらいですけど、僕らの頃はあんまりアトピーにならなかったけども、はい、今の子供はものすごくアトピーになるのは、まあ、お父さんがゴシ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 と石鹸で洗うから、はい、あのだんだん皮膚が弱くなっていろんな抗原アレルゲンが入ってくるというふうに言われてますよね今。ですからあの清潔不潔っていうのはもうそういうところを比べれば分かるわけですね。だからアマゾンの、まあ、不潔にしてる人たちにはアトピーは少ない、でがんは知りません僕も。ああ、いや、じゃあちょっと間違った情報だったから、あのそのさっきなんかあの傷口から病気をつつ、それは話じゃなかったんですね。それはないんですね。なかったんですね。あの怪我をしたまま、怪我をよくするんですけど、その怪我をしたところに、あの、あ、歯とか。なるほど、怪我、さっき外傷でずっと、あの、同じとこをずっと行きます。だからあの、そんなに心配しなくてもいいと思いますけどね、はい、それはもう、本当に外傷を同じところにつけ続けるっていうような状況ってあんまりないですね。ただ、一番怪我とかいうのは、例えば、あのそれこそ馬術の人だと鞍に乗って、でそこをずっと刺激していうような怪我とか、その刺激の場合は、危険性があるとか言われたりすることありますよね。いや、あの転んだ箇所が同じところで怪我するとか、同じところを傷するとか、そういうことは、ただ見ててもその同じところかどうかって、ね、結構同じ場所っていう話だけの話で、あのかなり本当に同じところを、繰り返して刺激するというようなことがないとあんまり心配せんで僕はいいと思いますけど。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ではお時間が参りましたので、はい、そろそろお開きにさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中、西川先生、ね、ご講演ありがとうございました。まあ、次回はあのこれですから、ちゃんと予習してきてください。はい、あの本日お渡ししました小冊子は、来週もまた使用しますので、忘れずにあのお持ちいただきますようお願いいたします。あと、お帰りの際はアンケートを回収しておりますので、ぜひあのご記入、あのご協力をよろしくお願いいたします。あの最初に言いましたけど、あのこれ全部シスメックスの、あのまあ、ご好意で作っていただいたんで、まあ、皆さんのために作っていただいたわけではないですけれども、あのちょうど一番タイムリーなあの、本で、はっきり言うと皆さんが最初にこれを手にされる、まあ、あのぜひ勉強してください。貴重な本ということで、はい、では忘れずにお持ちいただきますようお願いいたします。では本日の、熟年生活講座がんとゲノム第1回講座を終了させていただきます。はい、本日はありがとうございました。